皆さんこんばんは。今日は実験シリーズということで、マスンカーモデルチャンネル禁断の塗装圧実験をですねやっていこうと思います。当チャンネルマスンカーモデルチャンネルではですね、カーモデルを中心に組み立てとか塗装、また100均で手に入る使える模型グッズとかですね、そういう配信、情報配信を行っているチャンネルでございます。ちょっとでもいいなとかね、参考になると思っていただきましたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それじゃあやっていきましょう。で、ちょっと今日はスプーンを何本かな、6本ご用意させていただきました。で、先日ライブ配信でですね、ちょっと低圧で塗装ができるよということで、メンバーの須永さんからですね、アドバイスをいただきまして、塗ってみると思いのほか濡れたということもありましてですね、じゃあ理想の圧とかね、そういうものってじゃあどのぐらいのもんなんかということで、分かりやすく光沢の黒をですね、このスプーンに吹き付けていこうと思ってます。塗料は一定、溶剤が1.12 ぐらいですかね、対塗料1ぐらい、1対1よりもちょっと溶剤多めぐらいの塗料ですね、0.03 メガパスカル、0.05 メガパスカル、0.1 メガパスカル、0.15 メガパスカル、0.2 メガパスカル、このあたりの圧力で塗り比べ、0.25、これ圧出るかな、ちょっと安いコンプレッサーだからそこまで出ないかも分かりませんけど、この辺の圧力でですね塗り比べてみて、ちょっとね慣れとかもあるから垂らしてしまったりもする可能性は全然あると思うんですけども、どのぐらいの圧力で塗るのが私的にはねベストがどこなのかということを探っていこうと思ってます。だいたい今までですね 0.1 メガパスカルから 0.08 メガパスカル、これかこの手前、ここまでいかないですけどね、 0.08 ぐらいで塗ることが多かったんですけども、まあ、弱い圧力で塗れるならば、こう吹き漏らしというか横からこう離脱していく塗料も少なくて済みますので、結果その1瓶あたりで塗れる台数とか、そういうものが増えていきますので、まあ、無駄なくですね、塗装することができるし、塗装ブースもその分汚れずに済むということもありますし、空気中にですね、不要な顔料を飛ばしてですね、鼻とかこう肺とか気管を汚すリスクもこう減らすことができるということで、まあ、低い圧力で塗ることができるならばいいことずくめかなと思いますのでね、はい、その辺をちょっと今日は検証をしていければと思います。じゃあアングル変えてですね、塗装ブースで塗っていく状況をまた見ていただこうと思います。はい、ではやっていきましょうかね。今回ガイアさんのピュアブラックを使っていきます。さっき申し上げた通りで溶剤対塗料1よりもちょっと溶剤多め、溶剤が 1.2 ぐらいかなと塗料1、これをしっかり混ぜたものをですねエアブラシに入れてあります。で今回使うのはいつもの分です。タミヤのスパーマックスエアブラシの 0.3 ミリ口径のタイプ、これを使っていきます。ではまず 0.03 メガパスカルからやっていこうと思います。かなり弱めです。で、0.03 だったらめちゃめちゃ高いコンプレッサーとか買わなくてもですね、ちっこめのやつでも全然出る圧力かなと思いますので、 0.03 メガパスカルやっていこうと思います。今回同様な比較ができるようにできるだけ一発吹きで仕上げていこうと思います。光沢をねなるだけ狙って塗っていきます。はい、確かに、ね、圧が低いので吹き漏れというかその周りにファーってこう霧が散るようなことが全然ないような印象ですね。で綺麗に光沢として塗れてますのでね、これでいいんじゃないでしょうね。景色も綺麗に映り込んでますし、手とかもね映り込んでますよね。まあ乾燥してみないと何とも言えないところがありますので、どんどん塗っていきましょう。で次が 0.05 メガパスカルで、塗装圧についてはですね、
エアブラシのハンドピースのここを止めてる状態、出してない状態で針を刺す位置ではなくて、エアを出してる状態の時の針の位置を見てもらって、そこで合わすということでお願いできればと思います。それが塗装圧ということになりますので、よろしくお願いします。じゃあ2本目塗っていきましょうか。うちのマックス引き切るとですね、一瞬で垂れてしまうとは思うので、その辺のこのレバーの引き度合いはある程度調整がいるかなと思うんですけど、はい、こんなもんでどうでしょうかね。綺麗に景色が映り込んでると思います。でさっきの 0.03 に比べるとやっぱり吹き漏れというか、サイドというかね、この端にこう霧がファーッと散るような量が 0.03 に比べるとやっぱりちょっと多いかなという印象を受けます。はい、じゃあ次 0.1 メガパスカル。大体今いろんな方がですね、塗装圧ってこのぐらいみたいなことを言われてるところでいくと、一番オーソドックスな圧力かと思います。 0.1 メガパスカルまたは100キロパスカルですね。 0.1 メガと100キロパスカルは同じ強さになります。呼び名がね、単位がちょっと違いますけど、じゃあ塗っていきます。はい、こんな感じで短時間でズバッと塗れるのと、ちょっとね、圧が高いと私が下手なだけかもわからないんですけども、こうなんていうか、ゆず肌というか、なんていうかこのデコボコのそのエアブラシの霧がついたところの痕跡というかね、そういうものについてはちょっと少ないような感じがしますかね。ちょっと乾燥までにこれが結局これと同じようにですね、さっきの低圧のものが馴染んで同じようになれば問題ないと思うんですけども、ちょっと乾燥後また見ていただこうと。じゃあ次 0.15、 これちょっと高めですけどね、 0.15 メガ、エアを出しながら調整します。 0.15 メガ、はい、塗料の出る量がかなり多いので一瞬で塗り上がりますけども、景色の、ね、映り込みとかちょっとさっき の 0.03 とか 0.05 に比べてどうかということをまた乾燥後ですね、考察できればと思います。さあ次 0.2 はこれなかなか塗ることないですけどね。はい、 0.2、 これが 0.2 の圧力です。0.2 が参ります。めっちゃ早いですね、塗り終わるのがね、もうパパパッと塗料が、うわ煙た乗るから煙たい乗る感じがあります。一瞬でね塗り終わります。ただねちょっとこれ薄い感じがするんですけど、これ以上いくと多分ね垂れちゃう感じがあるので、ここでちょっとやめておきましょう。一発塗りの限界が多分この辺り。じゃあ次、今日のマックスです。0.25。出るかな？出るか。いけましたね。0.25。はい、塗っていきます。はい、こんな感じです。はい、じゃあこれしっかりね乾燥待った状態で見比べていきましょうか。もうちょっとね垂らしちゃってますか。ちょっと垂れてる感じが上のところがね、ちょっとこう
垂れてる感じが この辺ですね。今光が当たってるところ垂れてる感じがありますけども、これがでも一発塗りの限界かな。はい、じゃあ、 乾燥させてですね、一個一個スプーンを見比べていただくべくカメラの位置戻して、ね、乾燥後もまたカメラ再開したいと思います。はい、塗装してから一晩経ちました。一本ずつですね、状態をスプーンの、ね、状態を見ていこうと思います。まず 0.03 メガ、これから見ていきましょうか。 0.03 メガ、これあくまで私、下手くそな素人の私がですね、いろんな塗装圧で塗った状態ということになりますので、同じ結果が皆さんのお手元で、再現するとは限りませんということだけですね、事前にお知り置きをいただければと思います。 0.03 と 0.05 を見比べてみましょうか。はい、こんな感じですね。こっちが 0.03、 一番低いやつで、こっちが 0.05 ですね。はい、これ見比べてみましょうかね。ちょっぴりどうですかね、若干粒が大きい感じが、圧が低いほどするのはちょっと気のせいかな、どうかな。こういう風に見たらね、綺麗に光沢が出てるように見えるんですけど、電気の反射とかを見るとどうかな、ちょっと 0.03 の方がボコついてる感じがしなくもないですね。クリア塗ってませんのでね、何とも言いませんけど、こんな感じになります。で、次が 0.1 かな、 0.1、 はい、 0.1 と見比べてみるとですかね、0.1 の方がちょっと塗装面的には綺麗かな、塗るのが下手なだけかもわかんないですけどね、 0.1 とかの方が表面は滑らかな気がする。どうかな。で、 0.15 と比べてみると、はい、どうですかね、まあ変わらんっていう感じが第一印象かもしれませんけど、うん、0.15 と 0.1 はそんなに変わらない。で、 0.2 と 0.15 を比べると、どうかな、 0.2 の方がちょっと綺麗な感じがするかな、どうかな。0.25 については、こっちが 0.25 です。こっちが 0.2。あんま変わんないですね。じゃあ 0.25 と 0.03、 一番低いものと一番高いものを比べてみましょうか。右が高い方で左が一番低い方、この高い低いで比べた時についてはどうすかね。ちょっとね、カメラじゃ分かりにくいかも分かりませんけど、この電気の反射の加減がですね、 0.03 に比べて 0.25 の方がちょっと綺麗な気がする。ただこれ塗る時に申し上げた通りで、かなり量がバッと出ますのでね、なんていうかな、垂らしてしまうような、そんな塗装にちょっと近い状態ですので、まあ、エアブラシ的なですね、塗料を無駄にせずに、部分的にこうガッと塗っていくパターンにつきましては、圧の低い方が確かに塗りやすいかなという状態ではあったんですけども、どうかな、ちょっと完成後の塗装面の状態につきましてはですね、0.03 の方がですね、若干こうボコついてる感じは私が塗った状態ではあるんですけどね、これも多分こう上達していくと上手くなっていくと思うんですけども、若干 0.25 の方がね、滑らかな感じがします。で、大体塗料は1対1で、圧力は 0.1 メガパスカル、 100キロパスカルぐらいで塗りましょうみたいなことを歌ってる本とかも多いんですけども、その 0.1 メガと 0.03 メガと比べてみると、
そうですかね、個人のテクニックにちょっと若干依存するかも分かりませんけど、0.1 の方がちょっと綺麗な、私の今の腕前で塗るとですね、 0.1 の方がちょっとこう塗装面については滑らかな感じがするかも分かりません。ただこれノーマルシンナーでノーマル薄め液でやってますんで、例えばこの、0.03 の方もですね、リターダータイプの乾燥の遅いタイプの溶剤で薄めた塗料でいくと、もっと塗装面は綺麗になるかも分かりませんし、圧が高ければ高いほどですね、塗料がバーッと拡散しますので、同じスプーンを1個塗るにしてもですね、塗料の消費量は圧が高い方がどんどん減っていくということでございますので、まあ、どうでしょう、同じ塗るならですね、塗料はやっぱり少なく済んだ方が1本あたりで塗れる面積も増える、台数も増えていきますので、まあ、同じ塗装面がもし得られるのであればですね、圧が低く塗れた方がまあいいのかなということになります。でそれがですね、リターダータイプの溶剤で薄めることでですね、このぐらいの光沢がもし担保できるということならば、圧が低くても大丈夫かなということでございます。でただですね、この辺の圧力とか何回塗装するかとかですね、距離とか速さとかいろんな条件がありますので、必ずこの圧力でいったらうまくいくというものはないかなと思ってます。味にも好みがあるようにですね、辛めが好きとか甘めが好きとか、ラーメンでもね、片面がいいとかちょっとやおめがいいとかですね、粉落としててこう本当にさっと湯通ししたぐらいの麺のポキポキの麺がいいとかですね、好みとかそういうものもありますので、一概にこれが絶対万人に、マックス適合みたいな、そんなのは絶対ないんですけども、まあ、大体 0.1 ぐらいからまあ始めるのがどうかなっていうのは、いろんな本とかね、いろんな方がおっしゃってますけども、逆に 0.03 とかかなり低く してもですね、全然塗ることができるということになりますし、細かいところとかね、ちょっと塗り残したところのタッチアップとかにつきましては、塗料が拡散しないような 0.03 とか、その非常に弱い圧力で塗ることもできますので、まあ、そうするとエアブラシめちゃめちゃいいよという話になるんですけどもね。はい。この動画を参考にいただいてですね、いまいちちょっと圧とかよく調整したことないとか、ある程度慣れてくれば塗れると思うんですけども、圧とか調整したことないなという方につきましてはですね、この動画をですね、ご参考いただきまして、ご自身のぴったりの圧力をね、探し当てていただければと思います。今回の動画は以上となります。チャンネル登録いただけてない方おられましたら、チャンネル登録よろしくお願いします。コメント、高評価もいただけますと、今後の励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。で、私が使ってます工具、機材、消耗品、動画の概要欄に Amazon のリンクを貼り付けています。気になる方はそちらから検索とご購入をよろしくお願いします。 Amazon で買い物をされる際はですね、当チャンネルの Amazon のリンクから Amazon に入っていただいたら、お値段変わらないんですけどもね、その先でお買い物いただいた 1% か 0.5% 忘れましたけども、収益が当チャンネルに上がる仕組みになってますのでね、そこで上がった収益につきましては、動画の撮影機材とか新しい新発売のキットを購入するところに当てさせていただければと思いますので、そういった形でもご協力をいただけると大変嬉しいです。毎日どなたかがですね、複数の方、まあ3から5人ぐらいですかね、Amazon で買い物されましたよと、誰かはわからないんですけどね、5人ぐらいずつ毎日こう報告が、メールが来るような形になってます。本当にありがとうございます。Amazon 買い物される際はですね、そういった形でご協力いただけると大変助かります。よろしくお願いします。はい、それではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。さよなら。